サトルサトーアートミュージアムは、宮城県登米市出身の造形作家、サトルサトーと彼がパリ滞在で出会った仲間たちにより寄贈された、幾何学構成的絵画のコレクションを展示する美術館。元、中電町立桜場小学校の校舎を改装利用し、登米市中田障害学習センター3階に2007年7月28日に開館した。 気化学構成的抽象絵画を中心とするコレクションは、サトル・サトウの作品350点、海外の作家仲間、コレクター、ギャラリーから寄贈された海外作家の作品272点、美術館全体のコレクションは、計622点に上る。開館から約1年経過した2008年9月13日、収蔵作品図録の完成を記念し、 グランドオープニングパーティーが盛大に開催され、アートミュージアムとして本格オープンした。年末年始以外は毎日、開館し、入場無料。周囲には、石森章太郎ふるさと記念館、登米市歴史博物館などテーマの異なる芸術関連施設がある。所蔵作品には、絵画、レリーフ、オブジェ、インスタレーション、模型、デッサン、ドローイング、コラージュ、 版画とあるが、有名作家の図録等も数多く所蔵している。サトル・佐藤の常設展示室のほか4つの展示室があり、数多くの所蔵作品からテーマごとに企画展示を行っている。収蔵作家のピエト・モンドリアンや、ミシェル・スー・ホー、ソニア・ドローネ、カルメロ・アルデン・キン、ビクトル・バザルリ、ジュス・ラ・ファイルソとヤコブ・アガム、カルロスクルズ・リエズ、ソル・ル・ウィート、チリダ、 トマセロ、ヌームール、ロースといった有名芸術家たち143名の作品からヨーロッパ美術の流れの一端を見ることができる。会館に際しては小学校の改装とはいえ私立の美術館を作ることに対し市議会では財政難から一度は否決されたが市教育委員会はアートミュージアムに改装する計画を変更し、 生涯学習センターとしての利用に変更して、議会の理解を得ることができたという経緯がある。学校教育との連携、一般市民を対象にした親しみやすい事業の展開という二つの柱で、コレクションと施設の有効活用を図っており、体験会が教室や現代アート講座などを実施している。ありがとうございます。